姉さん、巡回兵が帰ってこない。まさか。どうやらそのようだ、ゲルルフ。ではシドがここに。兵どもを使って奴を礼拝堂に誘い込め。私が相手をする。来たか、シドルファス。火の魔法をそんな風に。お前案外器用だな。確かこの先は地下牢に通じているはずだ。ベアラーたちがそこにいるなら話は早いが。ここだな。誰もいない。やっぱりそううまくはいかんか。落としどか。手を貸せ。あげるぞ。しっかり持ち上げろ。敵がいる。道はここだけだ。やっちまうぞ。おい、大臣シドが潜り込んだぞ。一撃隊シド邪魔するぜ。片付けるぞ。取れ。今だ。さて、どっかに見…ダメだ。こっちは進めそうにない。他の道を探そう。だがな。ここからなら。なんとも大胆だね。ザンブレクの警備兵は皆殺しってところか。完全にウォールードの手の内だな。任せろ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 
迎えご苦労。だけでこの砦を落とすなんてな、ベネディクトめ、大したもんだ。奴ら仲間を呼ぶ気だ。追うぞ。やけに静かだ。随分派手にやったもんだ。こんな夜更けにお祈りか。
異国の神にすがるほど私が飢えてるように見えるのか。お前を待っていた。頼んだ覚えはないが、まんまと誘い込まれたか。なら話が早い。ベアラーと火のドミナントを渡せ。できん相談だな。ドミナントはこれからの世界に必要になる。シド、ウォールードへ戻ってこい。バルナバス様と新たな世界を作ろう。もう一度共に歩むんだ。新たな世界？そいつには賛成だ。だが俺はお前たちとつるむ気はない。奴が高々と掲げる得体の知れない理想にだけは踊らされたくないんでね。バルナバス様に命を救われた恩を忘れたのか、忠義のかけらもない知れ者が。俺は奴の奴隷にはならない。お前のようにはな。貴様に何がわかるというんだ。そうさ、お前の本当の望みはわからないよ。それでもいつだったかお前は言った。人として死にたいと。あの言葉だけは真実だと思ってる。もう自分に嘘をつかないでくれ。自分を痛めつけてまで人生を誰かに委ねる必要はないんだ。力だろうが体だろうが、使えるものは使う。私はそうやって生きてきた。ベネディクタ、これ以上自分を憐れむことを言うな。吉祥殿のご高説か。少しでも期待した私がバカだった。私を憐れんでいるのはお前だ、シドルファス。もううんざりだ。雷のドミナントの説得は諦めざるを得ない。バルナバス様にあだなすなら、お前はここで殺す。下がれ、クライム。片付けておけ。二匹か。だがやるしかない。
大丈夫か？そう見えるか？
クライブ、今ならまだ間に合う。ベネディクターを追え。やつが火のドミナントを連れてここを離れる前に抑えるんだ。あんたは何、すぐに追いつくさ。分かった。行くぞ、トルガル。支度を急げ。さっさと支度しろ。
シドも老いたな。あれ式のことでくたばったか。それにしてもお前がやってくるとは意外だったよ。
チラーダたちを退けるとは、そこらのベアラーとは違うようだ。その気があるなら私が勝ってやる。お前ほどの腕なら我が隊でやっていけるだろう。火のドミナントに用がある。この砦にいるんだろう。そいつを渡せ。武をわきまえろ、小賢しい。どいつもこいつも。今の私はすこぶる気分が悪いんだ。家畜の分際で勝手に喋るんじゃないよ。よく覚えておけ、印持ち。家畜に意志など必要ない。はっ、家畜ってのは従順に飼われていればいい。してやる。Huh!
ごときに、この私が、なぜだ。玉ごときに、選ばれし私が、なぜ。お前には分からんかもな。自分を持ってるやつは強いんだ。黙れ。くたばり損ないが。火の富なんとはどこだ。この砦のどこにいる。なんだ、お前は何なんだ。